でもおそらく今までは広くしたからじゃあ並べるもの品数が多くなってもっと売れるかって話だったんだけど、うんうん、そこに今回衣料品ファッションあれがむちゃくちゃ売れたからこれ買えよってことになったんだ、うん、なるほど。あれはやっぱりね画期的だね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回ね伊藤さんと、はい、ちょっと小ネタですけど、ファミマの記事でイートインを削減して2000店舗売り場に転換すると、うん、ファミマイートインがある店舗多いんですよ。はいはいはい、多いです、ね、うん、ただねこれ結構気になってたらスペース取ってるわけじゃん。歌舞伎町のさ区役所通りのところにあるじゃない、はい、あそこなんか見てるとどれだけ売んでるのかなみたいな。イートインがあるからここのコンビニにするみたいなさ、それを目指してきてるとは思うけど、はい、でもそこが売り場になっていないわけじゃん、うんうん、そこのロスとそこで生んでいる売り上げと区役所通りとかでローソンだったかなファイマじゃなくて、うん、少なくともあそこをチラチラ見てる限りでは生んでねえなみたいな。コーヒー一杯で2時間ぐらいいる人もいるみたいな感じだから、はいはいはい、結局そういうことを思ってたらこういう記事でおそらくファイマとしてもちょっと俺はお金生んでないなということだったんだと思う、うんうん、なるほど。でもおそらく今までは広くしたからじゃあ並べるもの品数が多くなってもっと売れるかって話だったんだけど、うん、そこに今回衣料品ファッションあれがむちゃくちゃ売れたからこれ買えよってことになったの、うん、なるほど。あれはやっぱりね画期的だね。本当思うけどソックスとか超売れてるわけだよなファミマカラーの、うんうんうん、あれなんておそらくね景品とかで出したら誰も履かないと思うよ。あファミマのソックスとか言って、はいはい、でもみんな履いてるよ結構。そんな高くはないけど、うんうんうん、でもあれがおしゃれなのって話だよね。そうですね、うん、あれだから5000円以上買ったらファミマソックスプレゼントって言ったら誰も履かないと思う今だったら喜ぶよ。でも景品じゃなくてああやって並んで、うん、ちゃんと商品としてやっぱりデザインがいいんだろうね。俺そんなの分かんないから、うんうん、やっぱ可愛いって言うんだよね。だからそういうところです。これは買ってみたと思う。ファミマから。これはなんか普通にいいっすね。これでしょこれ、うん、そう言われてみるとなんか欲しいだと思うような。見せた方がいいですね、うん、これこの色ね。ファミマからね、はい、500円だったから、うん、これがむちゃくちゃ売れて去年 の, あのパーカーとかって激売れしたんだよ ねパーカーめっちゃ流行りましたよ、うん、何がいいんだか分かんないんだけどまあでもやっぱりきっとデザインなんだと思うんだよ、うんうん、で結局今まではそのイートインにしたところにファッションコーナーを広く取ればそれだけ売れるだろうっていうことなんだ、ね、うん、なるほど。強い商品ができたことによってこういった施策が打てるようになったってことですね、うん、あのクロートっぽい話をするといわゆるあのイートインって必ず店の窓側っていうかさ正面にあるじゃない。あれはなんでかっていうとやっぱりあの日が当たるところっていうのは食料品とか置きづらいわけよ、はい、だから雑誌とかになってんのね。なるほど。でも雑誌ももう売り上げ出したからでそこにやっぱこれはねすごく日が当たっても大丈夫だし確かにすごいよね。だからこれは大ヒットなんじゃないの。なるほど。じゃあここのね変換したところの売り上げがどう変わるか、うん、確実に上がるんじゃないかな、まあ、やっぱりこれコンビニでいうとファミマはやっぱりすごく良くなってる気がするね。まあ、売上今ちょっとセブンイレブンがおかしいわけですよ。前年同月セブンだけが割ってファミマとローソン上げてるっていう。そうなんですね、うん、だからあのいいねとかも必死なんだよ、はいはい、もちろんあの買収問題でガチャガチャやってるっていうのもあるけど、うん、まあでもあれも売上には関係ないと思うけどイメージはちょっと良くないな。昨日のニュースだけど社名変えるんだよね。セブン&アイホールディングスをセブンイレブンホールディングスです、はいはい、アイを取っちゃうってこと。アイは何のアイだか分かるよね。イオンですか。イオンはいいだ。いや、アイ、はい、セブン&アイホールズのアイは。アイ、伊藤洋華堂。伊藤洋華堂のアイでしょ。もともと伊藤洋華堂が創業ですよ。から始まってセブンイレブンっていうのはそこに鈴木さんっていう人が後から作った、はい、伊藤洋華堂の中の一部もセブンイレブンだったのに、うん、まあ、そこが逆転して今もこのアイを取る、まあ、だからアイが取っちゃダメとかアイがあれば大丈夫とか、まあ、それいろいろ言われてるけど、はい、まあ、シャレではなくて結構どうなのかなと思う。だからなんかとにかくコンビニだけにして他のいろいろやってるデニーズとかさ赤ちゃん本舗とか、うん、そういうやつはホールディングスにして会社分けると。要するにコンビニだけにすればこんなに儲かって、まあ、今収益が良くないっていうふうに言われてるから、はいはいはい、そこいや違うよっていうふうに言いたいんだろうと思うんだけ ど、うん、こういうことすればするほどあがいてるなっていうかイメージは良くないなという気はするな。なるほどね。そうなんですね。だからまあこの辺でファミマとローソンがまた差をつけていくんですかね、うん、だからファミマはやっぱりその商品戦略とか広告が上手になってる気がするしローソンはなんだかんだねあのポンタが強いね。ファミマもまあ T カードで強いんだけど、はあ、やっぱりポンタカード割とあれを使う人が多い。なるほど、うん、やっぱり一番先にやったからかな、うん、あそういうことですね。一番先って言えば T カードの方が古いけど、うんうん、まあ、ポンタカードはやっぱりローソンのオーナーに聞くとすごく
役立つ、オーナーからしたらね。あ、そうなんですね、うん、やっぱ個人情報が入ってるからね、この人に何を買っていくみたいな、うん、それがすごく商品構成に役立ってるっていう。なるほど、やっぱ7個じゃダメなんですかね。だからセブンイレブンを使ってる人で7個出す人とローソンでポンタカードを出す人は圧倒的に後者の方が多いんじゃないかな。うん、確かにそんな感じはあるかもしれない。俺は聞かれるのが嫌だけどね、何回言ってもいくらんでも覚えてんだろうみたいな行きつけのところだ、行きつけお酒を押してくださいとか、ね、何歳に見えんだよっていう話だけど子供に飲ませるんですよって言ったらどうなのかなと。買えなくなっちゃう、うん、ということで、まあ、結構ね、ファミマのこのイートインをなくしてファッションものを拡大するっていうのは結構成功するんじゃないかなと思いますね。はい。